はい、おはようございます。おはようございます。炭酸泉のランチです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日はですね、かなり僕も緊張してるんですけども、僕も緊張してますそんなことないと思いますけど今日はですね、南浦和にちょっとやってきまして、工藤先生と、まあ、インタビューということで、今日はちょっと伺わせてもらいました。今日ちょっと朝早くですね、ちょっと来てちょっと怒られたんですけども。いえ、遅刻してきました遅刻、はい、すいません。いや、申し訳ございません。どうでもないです、はい。まあ、ちょっと今日工藤先生、カメラに向かって自己紹介、簡単な自己紹介、名前とか治療院の、はい、ちょっと自己紹介お願いします。埼玉県、埼玉市南浦和と、あと戸田、はい、で、整体院ゆらりをやってます、工藤と申します。よろしくお願いします。今日も工藤先生、貴重な時間ありがとうございます。いえ、どうでもないです。まあ、工藤先生とも2年、3年目か2年目。え、もっとじゃない。どうですか、結構長いお付き合いさせてもらってるんです。ゼロ期生だったって。ゼロ期です。ゼロ期3年目です。はい、はい、ありがとうございます。で、ゼロ期が今ですよ、はい、すいません、ゼロ、はい、いやでもなかなか合ってるんですけど、ちょっとビデオをね、いや、なんかこう撮るタイミングがなかったんで、ちょっと本当にもうゼロ期の撮りということでしたいと思いますけど工藤先生、まあ、炭酸生態を導入していただいた、まあ、きっかけとか、はい、工藤先生がどういう治療をめがけているとか、はい、目指しているとかね、はい、そういうのちょっとお話できたらと思うんですけど、はい、最初炭酸入っていただいた時って何かあったんですかね。ね、はい、スタッフが持ってきたんですね、この話。ああ、この案件。はい、そうですね。はい、その時、はい、正直最初僕は全然興味がなかったんですけどまあ、スタッフがどうしても取り入れてみたいと、はい、そうですね、はいはい、で自分たちの技術にプラスして、はいはい、そうですね、行きたいということが根底にありまして、ね、ありました、ありました。じゃあ行けばと、はい、そうですね、いうので、そういうスタンスな感じで、はい、スタッフを生かしたんですね。あ、そうですね、はい、で導入をして、はい、院長たまには行ってくださいというので、そうですね、顔を出して、顔を、はい、1回目か2回目そうですね、はい、来た時に、はい、そうです。そのきっかけはそれですね、はいはい、スタッフからの勧め、うん、はい、で、まあ、そこからこう入れていただいて、はい、今まあ、工藤先生の治療というのはやっぱりもう皆さん知ってると思うんですけど、そのリウマチであったりとか、うん、そういうちょっとこう重い症状に、うん、今もそれリウマチ以外というか、やっぱりリウマチに特化するっていうなんかこう理由があったんですか。もともと僕はこの整体、この療術業界に入ったのも、はい、やっぱり僕の家内がリウマチを患ってたことが、はいはい、きっかけで、はい、まあ、それをなんとかした一心で、うん、サラリーマンから転身して、はい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 、この道に入ったんですね、うんうん、だからきっかけはもう本当に整体イコールリウマチから行ったので、はあ、なるほどなるほど。どっちかというともう面倒くさい症状の人が今でも多いし、うん、そうですね、そういう人を何とかしたいと思うのが今の強いですね。まあ、その奥様のその症状もあったし、うん、言えばもうリウマチから入ってるから、うん、腰痛肩こりっていうよりももうそういう、うん、ちょっと今おっしゃった面倒な、うん、なかなか治療業界、治療科がちょっとこう突っ込みにくいところの領域に、ね、さっき、もうさっき入ってるから、だからこそ今すごいこうなんですかね、えらいお店がにぎわって、いやいやいや、そんなことないや、すごいと思うんですけど、で実際やっぱりややこしいというか、まあ、僕たちの一般的な症状よりもリウマチ以外に何かそういう他の症状ってあるんですか。まあ、精神疾患もとあるし、はいはい、あとは脳梗塞とか、はい、そういう本当にもう、そうですね、もう基礎的疾患を持った人たちも結構いますし、そうですね、なんかもうこう舌噛みかけてる人、何て言ったっけな、前来た時に肋骨、今日ここがこう詰まってこう息ができないような人とか、あ、います、います、います、おられたとか、もう僕のその治療のその患者さんのその悩みの深さのレベルが違いすぎて、うん、いつも工藤先生が来ると、いやーすごいなーっていつも考えさせられるんですけどまあ、工藤先生はその治療、今治療院経営2店舗経営して、今後これからまたその技術の発信というのも考えてられると思うんですけど、うん、それはやはりこれからのその底上げとかいろいろそういう目的ってあるんですか、治療業界のなんかそういう、うん、リウマチの技術については、うん、あんまりこう特化した人が今まで先生にいないし、うん、そうですね、あんま聞かなかったですね、そうですね、はい、でリウマチの患者自体がもう
全国で100万人以上いる、はい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 、現状で、はい、しっかりそれ対応できる施術家が今、うん、ほとんどいないんですよ。だから問い合わせはもうバンバン来るんですけど、はいはい、遠すぎて通えないとかあ、はいはいはい、いう方がたくさんいて、うんうん、なので全国規模でね、はいはい、あの北から南までそれをこう伝えていくことで、うんそういう人たちを一人でも多く見れる先生をね、そんだけやっぱ増やしたいなと思いますね、うんうん、でもリュウマチの患者さんってそんだけやっぱ多いってことですよね。めちゃめちゃ多いです。あそでそれに対応する施術家の方がいないということで、うん、確かにあのこの間も工藤先生お話聞いたんですけど、結構その他府県から来る方も多いということ で、ねうんまあ、工藤先生あのなかなかやっぱ忙しい中でセミナーとかされるんであの大変かと思うんですけど、で、まあ、治療院もやってはるから結構あの多岐にわたって活動されてるんですけど、やっぱりその治療院の目的、その自分の治療ゆらりの目標、うん、目的みたいなのがあるんですか。もう完全にさっきね話してた肩こりとかね、うんうん、腰痛っていうのはもうどこもやってるので、そこで肩を並べてもしょうがないし、うん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 、やっぱり自分の色っていうのをね、はい、どんどん出さなきゃいかんというのも、はい、経営的にもそう思うし、はい、で今後ももう難治性の症状を持った人とか、うんうんうんいわゆるあのなかなか手に負えないような、はい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 、人なんかをどうやって変えていくかなっていうところをもっともっと追求はしていきたいと思う、思いますね。あ素晴らしいですね。いえいえすごいと思います。僕そういうの聞いたらなんかすごいちょっと感動するんです。してないでしょ。いやしてますよ。絶対してないですよ。してますって。あの僕もなんかできないことを工藤先生されてるんですごいこうあの治療家としてすごいこう尊敬してるんですけども、いえいえあの治療院のそのやっぱり難治性とかやっぱそういうのができるっていうのと、患者さんにはやっぱり受けもいいわけですよね。当然治らないと、どんな人が来るっていうとやっぱりどこ行っても治らない人が来られるとか、うん、他にはどんな感じで紹介とか多いんですか。集客においては、はい、紹介が一番多いかな。あ多いんですね。多いです。紹介口コミ多いですね。多いです多いです。半分以上そうじゃない。そんなですか、うん、ということでやっぱりそんだけ結果出るから、この人に紹介したい、あの人に紹介したいっていう自然にこう出てくると思うんですけど、うん、やっぱり治療院のそのあの工藤先生は無理に紹介してって言わない、言わないですじゃないですか、うん、お話を何度も聞かせてもらってるんですけど、うん、ちょっとだけなんですけどコツみたいなのコツ、はい、これはもうあの工藤先生直接俺に聞けっていいですか。直接俺に聞けそういうこと言わないけどコツね、コツ、はい、ちょっとあのせっかくなって、多分工藤先生がこのビデオに出てくることってそうないんで、自分が来なかっただけそれ、はい、リピートのコツ、リピートのコツは口コミを生ませる、あ生んで口コミを生んで、口コミじゃない、紹介、はい、紹介で紹介してくださいとは言わないけども、はい、まあ同じ症状を持った人とかね、はい、その人の、うんうんそういう人いるとは聞きますよ。ああ、はいはいはい、うん、その普通な感じで普通誰々さんのこの同じような辛い思いしてる人って周りにいるっていうのは聞きますね。そうすると、はい、多分イメージはするはずなんですよ。誰々さんこの人にもいいかもって言ってくれますね。もうこれ今の一言で多分大した一言じゃないですよ。これをそのシンプルにいるって聞いてこう考えさせるってあるじゃないですか、うん、でいろんなそのマーケティングの塾や講座がある、うんうんうん、あるいろんなこと言うてやってますけど、はい、今のが本当答えだと僕もどうしても紹介してって頼むこと、うん、やっぱり身構えますよね。身構えますよね、うん、確かに。いや これはすごい。いやこのねシンプルで言いますけど、これがすごいと思うんです。そんなことないですいや本当に、まああとはね工藤先生に直接本当お話質問とか聞いてもらったらいいかなと思うんですけど、はい、なりとあの工藤先生あの最後に、はい、まああの抱負みたいなのをちょっと聞けたらな。抱負、はい、その整体院ゆらり、まあ、工藤先生の人としてのその抱負というか、うん、あのこういうのをしていきたいなっていうのなんかあれば、うん、一言ちょっといただけたらと思うんですけど、ね、はい、まあ、さっき言った難治性の云々っていうのは、はい、そうなんですけど、はい、まあ
人のためになる、人を助けられる仕事だと思うんですね、うんうん、はい、生態業ってね、はいはいはい、で生態に来る順番って医者があり、はい、まあ、獣生の先生方があり、はい、で我々生態して最後、うん、最後の砦的な、はい、でもそこで結果を出してる生態の先生ってたくさんいらっしゃるでしょ、うん、はい、っていうことは僕はもう医者以上のプライドを持って仕事できる、なるほど、業種だと思ってます、はい、はい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 、はい、なので、そういう思いを持った先生を育てていきたいし、作っていきたいし、はい、それが、まあ、直近では一番の抱負というか、うん、望みかなと思いますね。あ、なるほど。で、あとはその先もね、うん、あの調子悪いところ、まあ、どうこうしていくだけじゃなくて、はい、まあ、実は今度介護の仕事にも出てきますし、それもお年寄りのため要介護必要としている方の要介護度を逆に下げていくようなね、うんうんうん、いくような活動もしていきたいので、あ、すごい活動、多分あのいい死に方できるかな、いや、いや本当にあのいい死に方というか多分間違いないと思います。はい、そうであるといいんですけどね。いやいや本当に大丈夫です、そんな、はい、まあ、まだまだ今年でそんな死ぬのにまだまだまだお若いので、あの若くないから、いや若いですよ本当に。いや、まあこれで、まあ今日この動画これで終わるんですけど、はい、まあちょっとまだちょっと撮りに来たりとかさせてもらいたいと思います、ね、来ないでしょ。いや来ます来ます。いやちゃんとカメラ持ってきます次は、はい、はい、すいません、はい、まあ、今日はこれで、ね、あの工藤先生との対談というかインタビュー終わらせてもらうんですけど、またあの質問とかあったらですね、はい、僕のとこでも結構ですし、あの工藤先生のあの連絡先でも下に URL 貼ってもいいでしょうか。いいですよ、はい、僕の携帯見れてもいいですよ。携帯は、あ、そうです、そうです、携帯はですね、はい、はい、でまたちょっとまた質問とかしてください。はい、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。